モン。どうも、スモンです。今日は、全員で箱根旅行に行きたいと思います。行きましょう。早速皆さん迎えましょう、箱根に。せーの、まあ、多分車に座るだけなんですけどね。ガンナと、いやー、飛んできたな。ここはどこ？いや、ロケバス。先に乗った、後ろに乗ってた車の中。箱根まで、まだまだ時間かかるんですよ。いや、そんなわけないでしょ。いや、それかかる、多分1時間ちょい、わかんないけど、かかるんじゃないですか。クイズ、正解は向井康二。おっ、イエーイ。そうなのよ。やばい、神回の予感する。まあまあ、でも正直ほら、最近さ、まあ康二はさ、はい、仕事の都合であんまり会えなかったじゃないですか。会えなかった。まあ一人ぼっちになってることが多いと思うので、今回は康二をメインにした企画を お届けしたいと思います。嬉しい。このクイズ正解は向井康二、さまざまなクイズが出題されます。おい、ただしそのクイズに正解すればいいというわけではありません。おお、そうなの。そう、たとえねクイズの答えが合っていても、はい、康二と答えが違った場合は正解となりません。なるほど。そうそう、康二が全てと、あくまでも正解が向井康二なんですよ。そしてね、空輸成績上位3名には箱根に着いたらあるご褒美が用意されています。いただきます。ほんと好きだな、そういうの。3名3名、それは俺含まれていいですか？含まれない。康二はですね、含まれない、含まれない、含まれて焦んね、含まれないです。イエーイ。なんでよ、含まれてないです。じゃあ康二は負け決定。もう康二はないです、ご褒美。なんすか、阿部君。でもすごい切り捨てやがっちゃうよ。人狼の時もそうや。じゃあまずはシンプルなやつからいきましょう。はい、いきますよ。ウミガメは産卵の時になぜ泣くの？癖がある。癖がある。シンプルなやつからいきましょう。簡単じゃないかよ。シンプル。簡単だよ。ベリーピッポ。頑張って。1問目からぶっ飛んでる。じゃあ工事以外オープン。じゃじゃん。あ、じゃあ行きましょうか。はい、ふっかさん、痛いよ。目に砂が入るから、いい答え。痛いから。海が目に入ったから。海が目だけにね。すいません、ちょっと降りてもらっていいですか。なんでやねん。なんでやねん。なんかそれマジでうまいとかじゃなくて、うざーって。ラウル。ラウル、して。気持ちいいから。正解。そうだよね。はいはい。なんでさ、コージが痛いから。優勝。ポイントあげてきる。優勝とかじゃないですか。これは正解の基準はコージの答えと合ってなきゃいけないんだよね。じゃあ正解。正解いきます。正解は痛いから。ということで正解はふっかさん、目黒さん、ヒカルくん、翔太じゃない、そして翔太くん、ダッツ様ですね。はい、いや、おかしい。ポイント制が強い。見て見て、痛いでしょ。あ、痛いから入ってます。お前、これと一緒だぞ、ほぼ。でもこれは入ったから。入ってない。じゃあもう一回シンプルいこうか。ああ、第二問目ね。じゃあ簡単にいったよ。もうその振りがダメだ。問題、やだ。簡単に戦ったら一番やばい戦国武将は。戦国武将強い。一番シンプルな問題。じゃあヒントみたいな、なんか。いや、もうベリーヒントね。やっぱ正解してほしいんで。終わりです。え、見えない、見えない。これヒントじゃないのかな。五郎丸、五郎丸、五郎丸、五郎丸。これフリップオープン、お願いします。じゃじゃん。はい、ナルト。あー、俺もそれ。いや、惜しい。義経、義経、織田信長、人影、じゃあ、ほかげ、義経。ラウルは卑弥呼。卑弥呼、いいね、卑弥呼。阿部の生命。ああ、本名字ね。正解。なんなの。服部半蔵。ああ、やっぱり服部半蔵。こうやってやったから。いや、半蔵。問題。はい、向井康二が一番大好きなおにぎりは。グッ。おにぎりのグッ。グッドン。ツナ。ああ、シンプルだよ。世界三大美女という。お前そのチョイスやばいな。三大美女書けばいいの。え、そうですよ。まあでもこれ康二だったらこう書くかな。いや、俺もそれ思いました。そうだから、もう一人は決まってんだよ。俺も一人は決まってる。そう、自信があるか。はい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 。あるある。え、
真面目。クレオパトラ。俺も1位、はい、お母ちゃん、はい、2位マリリン、3位エジプトの姫。誰だ誰だ。これクレオパトラ。なるほどね。真面目に考えすぎだから俺。1人目あのコージママだ。いいね。ムロ君。ムロ君。ムロ龍太君ね。お前くんだぞ。道枝君。あーいいねいいね。いや、まだ道枝は分かる、道枝は分かる。いやムロはあの美女じゃないよ。ムロは違う。いや結構女性らしいとこもあるよ。俺は本当の世界三大美女をちゃんと書いたら1個くらいコージに当たるんじゃないかなって思って。なるほどね。小野の小町クレオパトラ陽気。おのの誰？おのの妹子じゃなくて。おのの妹子男だから。あ、そうなの？俺はおのの小町クレオパトラ陽気妃って出てこないんじゃないかなって。ああ。いやいいよいいよ。わざと。わざとなんかこう。そうだそうだ。これはもう真面目ドバ視点を変えてみました。なるほどなるほど。いいですよ。お母さんともえなおみちんです。ああ、お母さんともえなおみちん。待ってくれ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 。なんか俺知ってる人いるわ。俺も知ってる人いるわこれ。2番のともえは俺の母ちゃんだ。3番のなおみちんは俺の母ちゃん。しかもニックネーム。これはまさに三大美女。俺も普通にごめんなさい、シンプルに考えてしまった。シンプルでいいです。新垣結衣さん、深田恭子さん、誉丸さん。あれこれ何何何デュディデュディデュディ。あなたは生徒、私は先生。これよくやるんだよね。クオリティ低い。ライスさんも最後お願いします。はい、テイラー・スウィフト。いや、背が強い。テイラー・スウィフト。いや、そうだね。海外の有名アーティストやけど。一問でも入っていれば皆さん1ポイントでございます。いや、これセレーナ・ゴメス入ってんじゃない。いや、言いましたね。卑弥呼、美智子、向井花、これですね。待って、お母さん結構いましたよね。お母さん、お母さんの人が1ポイント。はい、すごい。1ポイントです。はい、で卑弥呼も、卑弥呼ちょっと嬉しかった。そうだね。卑弥呼はもう2ポイント。え、ちなみにその美智子って何？いや、なんか卑弥呼、美智子って出てきたんですよ、僕。ゴロ的にね。ゴロ的に。誰とは言わないけど。卑弥呼、美智子、世界三大って言ってんだろ、お前ゴロで選んじゃう。ちょっとポイントをまとめますね。はいよ。ふっかさん、はい、2ポイント。はい。れんくん3ポイント。はい。たくまくん、1ポイント。おぉ。ひかるくん、4ポイント。すごいね。すごいね。あべちゃん1ポイント。はい。ダッツ様、翔太くん2ポイント。はい。ラウルも2ポイント。はい。ひかるくんがリードしております。俺はお兄ちゃんだからさ、こう。そうですよ。そうだそうだ。ってことは、次のポイントは、5ポイント入るってことだよな。やっちゃいますか。おぉ、しょうがない。最後、正解した人、2ポイント。イエーイ。しゃ、問題。はい。だれん。向井康二がメンバーに言われて一番嬉しかったこと。なるほどね。俺これね、ちょっと死ぬほどあるんで、ちょっと絞りますね。じゃあ絶対当たんねえじゃん。じゃあまあまあ、これはちょっと最終問題なんで、今日皆さんに久しぶりに会えたんで、ちょっといい感じかなと思うんで、ぜひ、まあ当たったのすごいよな。一生。一生。じゃあ俺からでいいや。ごめん、俺最近やったやつでしか覚えてなくて、俺自由にやったらいいよって言った。これ誰が言ったんですか？これ俺が言った。おい、待って、今覚えてなかったっすね。ほら、5人がやってなかった人は10問10答やった時に、個人に期待することは何もないって何も言いましたね。それの続きのやつで、こいつは10にやったらいいんじゃないっていうのを言ったのが、ごめん、最近覚えたの、覚えてたらそれしかない。いい言葉ですね。で、これ別に楽しくないね。でもテンポだよ、テンポ。テンポ、テンポ、テンポ。俺は個人に大したこと言ってないけど、こういうシュールなのが嬉しかった。あー、そうかもしれない。ご飯食べてる。おーい、嬉しい。何気ないやつね。俺も何気ないやつ。はいはい、そうだよな。もうマジで面白いね。おお、俺も結構何気ないですけど、多分俺が言ったんですけど、ロックオンしてる。おお、まあ俺多分ロックオンつながりなんだけど、ロックオンしてる。爽やかな歌声がいい。ああ、嬉しい。シンプル、嬉しい。俺もじゃあ行こう行こう。これ俺ガチ。オッケー。俺が言ったコージファンっていいね。ちょっと待って、いいね。いいねの感じがちげえ。いいね。いいね、これでいいね。これそれでいい。このコーナーを全部まとめて、スノーマンに入ってくれてありがとう。
今生まれちゃったんじゃない？今生まれちゃったんじゃない？最高最高最高。お前は俺たちの仲間だ。ちょっとじゃあこれルフィが言ってた。ルフィさん、ルフィさんじゃない、お前が言ったわけじゃないの。ということで正解はたくまくん以外。よいしょよいしょ、たくまくん以外正解。よいしょ。ちなみになんか書いてたじゃん、書いてたのは何なの。書いたのは工事うるさい。おお、なるほど。深いな普通の人では理解しがたい。そういう人が工事うるさい。なるほど。あ、でもまあ結構言ってると思うよ。みんなそれで言ってない。全員なんですよ。まってことだよね。そう、工事うるさいってよく言ってる気がする。みんなでしょ。俺その言葉がまあシンプルに言ってたから嬉しい。ちょっと変わってるってことだ。 M です。 M です。1位の発表、ルデン、ヒカルくん。ヒカルくんが6ポイントでございます。6です、おめでとうございます。すごいね。ぶっちぎりでございます。あれか、ヒミコで2点入ったからな。そうです。2位がデン、レイちゃん。おお、地味に。3位はデン、フッカさん、伊達様、翔太くん、ラウル。これどうすんだ。だって3位までしか決戦投票で。いやだから俺市民なんだ。ストーマンといえばジャンケンだ。じゃあ4人でやって勝ったらその人。あ、一発目に勝った人。勝ったら、おお、要は3人勝って1人負けてもその3人が。おお、それすげえな。最初はグー、ジャンケン、はい。ラウルしょぼ。どこだここは。というわけで箱根の日本か。箱根です。箱根の強羅駅に今無事着きました。景色がだいぶね、山かっちぇ、山々に囲まれましたね。お前さ、お前箱根に一度出ちゃった。なんだろ、はい、失礼いたします。わー、なんでそれ。こっちからじゃあ皆さんご会長。せーの。おお、だけど豆腐ってこと。なんか特徴、梅沢さんです。梅沢さんです。これは何入ってるんですか。入ってないです。一回すいません。なんか特徴みたいなのってあるんですか。これですね、絞り豆腐という特別なお豆腐を使いまして、このお豆腐の間に豚ぶき肉を再婚してパン粉をつけて米油で揚げた後に卵でとじたり。あー、なるほどね。豆腐の中に肉あるんですね。すげえ、よかったね、これ見れて。じゃあ、次行こうか。じゃあ、早速工事から。いいんすか。ちょっとさ、やっぱり食えないこっちの身としてはさ、やっぱりその美味しさをちょっとリポートしてやがまじゃん。伊達さんね、メニュー違うんですよ。メニュー違うんですよ、伊達さんは。そうなんですよ。いや、でもカツもめっちゃうまそうだよ。じゃあ伊達さんのカツ食べてもらっちゃった方がいいんじゃない。いただきます。
あー、うまい。食べ方がうまい。あ、いいですね。うまい。豚なのにジューシー。いや、豚はジューシー。ちょっと食べてみて、俺らみたいに。よし。あ、待って。うま、これは並ぶよな。めっちゃうまい。うまっ、うまっ、うん、あ、めっちゃご飯に合う。なんか、なんか思ったより豆腐がすごいしっかりとしてるっていうか、そうなんだ、食べ応えがすごい。食べる、え、食べたい食べたい、え、いいんすか。あ、うまいっすよ。優しい、よかった。ミラー、うまい、あ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 、なんか、え、俺はこれで本当に言っていいのか。ちょっとみんな、あの、たまにでいいから、ちょっとラウールのこの悲しそうな顔見てみて。ラウール、やってか、翔太がマジ一口ください。いいよ。え、ほら、甘い、うまい、うまい、うまい、おやつを。うん、うまい。ラウール、ラウール、あれ